ボラツェオ・ボルジャンニはイタリアの画家である。ローマで生まれた。フィレンツェ出身の大工の息子と申される。ローマでマニエリスムの芸術家から訓練を受けた。義理の兄の画家、建築家のジュリオ・ラッソと共にシチリアへ移り、シチリアには1593年にボルジャンニが描いた絵が残されている。その後はスペインに移り、1598年にスペインにいた記録がある。 1603年に、スペインの画家、パトリシオ・カシェスやイタリアの画家、アントニオ・リッチ、アントニオ・リッチ、1565年から1635年、らとともに、スペイン国王に、美術アカデミーの設立を生願した記録がある。ローマに一時帰国した当時、ローマでその作品が評判になっていたミケランジェロ・メリージダ、カラバッジオや彼の追随者の絵画の影響を受けたと、され、そのスタイルは、 カラバッジオの追随者、カラバジェスティの代表的な画家とされる。1605年から1607年の間は、スペインに戻っていた。その後も、ローマのサンカルロアレクアトロフォンターネ聖堂などの祭壇画を描き、スペインの顧客のためにも多くの作品を描いた。ローマで没したとされる。ありがとうございます。